サンタクロースで行きます。聞こえてます。そう、うわぁ超綺麗だよ。まだこんにちは。あっ、顔やばい顔。もぐもぐ。おいしい？これね、ブラジルのフルーツ、あ、デザート。デザート。そう、グアバのデザート。こんな感じのやつ。これめっちゃ食べてた。いい子覚えてる。おいしい。どう、ブラジル料理おいしかった？最高。もの大好きなんだよね。エラさんが作るこの、そう、動画で撮ってなかったけどね、フェジョアダ、豆料理、そう、俺たちは豆って呼んでんだけど、フェジョアダと、あとこれなんかよくわかんない、これをね、もうちっちゃい子からずっと食べてて、だからもうあれで多分日本人でいう多分味噌汁っていう感じ。あーわー、もう味噌汁ぐらい食べてた。あと私これが好きなんです。そう、この粉ね、豆の上にかける。そう、これね、これって何なんだろうね。なんだろうね、調べたらすぐ出てくるんだ。この粉みたいなマナめっちゃ好きだよね。ないの？売ってない、ね、だからこれを東京ら辺で売ってるのを知ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。もう爆買いするじゃん。はい、あ、行こう。はい、ということで今ルイとルネをね、イーゴとおばあちゃんに今見ててもらって、で今ね、おばあちゃん家って気づいたんだけど、まだねテレビがね変えてないんだって。引っ越したばっかり。そう、引っ越したばっかりでないって言ってて、でしかもね今おばあちゃんね沖縄でたった一人なの。一人だけでいるから、あーべくら、あのライト持ってきなさいだ。なんかずっとラジオみたいの聞いてて、でちょっとかわいそうだから今ね一瞬抜け出して、抜け出してこれからテレビを買ってサプライズでプレゼントしてあげたいと思います。なので近くにねドンキがあるから、ちょっとそのドンキまで行ってきます。はい、さあ、あるかな。あるんじゃない、何かしらあるよね。何なのにこれ、なんか匂いする？いや、するじゃん、なんか何の匂いこれ、わかんない。さあ、ということでメガドンキだって、こちらのメガドンキに来ました。あるかな。ありそう。あっち行こう。どうする、どのテレビにする。このぐらいだったら入りそうね。これ、やっぱこのサイズ感いいよね。ほら、YouTube、Netflix とか全部見る。めっちゃいいじゃん。うちのテレビよりいいやつ。俺たちのやつよりもなんかいろいろ見れる。てかテレビってすごい新しくなる。ちなみで2万6000円だって。安っ。いいじゃん。安くない？ね。これにしよっか。ね。あとまだなんかあげたいっつってたよね。そう、あとオーブンレンジがないって言ってたから、それも一緒にあげようかな。じゃあオーブンどれにする？これ使ってあげればいいってこと？これはだってあるからいいんだよ。あそこについてるから、あのテレビに。あのリモコン一つで全部見れちゃうの。じゃあ何？それを私たちのアカウントをシェアしてあげれば見れるの？そう。すごい。どれ？これかな。これオーブンあるの？ある。そう。これにします。OK、じゃあこれ買います。よし、テレビと、よいしょ、オッケー、これで電子レンジとテレビが喜ぶかな、おばあちゃん。
だってさ、ラジオはもう鬱になるでしょ。買ってたわけではない。充電が 8% しかないです。それもっとテレビ落としたらもう見えなくなるからいいです。うるなさん、どうもお前の声かかってる。今めっちゃだからできるでしょ。サンタクロースで行きます。重かった。私はあのモデルモデルミス。見て、パパは来るの？なんでこんなこと？テレビ買ってきた。誰？エレナさん。本当？ありがとう。プレゼントかな？ありがとう。プレゼントかな？プレゼント。ありがとう。あとオーブンレンジ。オーブン。何？クリスマス。クリスマス。ありがとう。ありがとう、ジュロ。それぞれでいい声してた？うん。つなげてみる？ね、つなげよう。見て、これ YouTube とか見れるよ。めっちゃすごいんだよ、これ。アレクサいる？アレクサ多分いるんじゃない？アレクサ？Google。Google ってなんだっけ？アレクサ？ Google ホームじゃん。どうなってんの？ OK Google。これでミアベルとか見える。これでね、ミアベルとか見える。どういたしまして。あれ？リボール。リボール。テレラさん。開けてよ、今。そういう揚げ方。はい、そこテレビ。なんかさ、飛ぶやつは。足ない。え、足絶対あるでしょ。こっちで開けた方がいい。ないよ、足。ここ。うわ、プラスドライバーないとさ、できないんじゃない？エナさん、持ってんじゃん。イエーイ。セットアップして、これさんちゃんの見れるようになった。やったね。これでラジオ生活終わりだね。テレビ見れる。ちょっと他のやつやってみて。見れる、あんな見れる。ネットフリックスもプライムも YouTube もジョンマナ見れる。ずっと見れる。イエーイ。これで見れる。充電って書いたらさ、ジョンマナ見えるよ。私あとねジョン、YouTube ミュージック、はい、ミュージック大好き。その辺もあるのかな。これ。自分のプレイリスト。あ、ポルトガル。これも。これこれじゃない。あ、ポルトガルがブラジル。これでもうエレナさん好きなの見える。あとプレイリスト。もう見てる。はい。あとファッション、私好きな YouTube ファッション。やだこれ、やだ。同じ、あ、違うか。同じ服着てると思った。今日私知りました。ハイヤーも見るの。全部もう見終わってた。恥ずかしい。あ、ポルトガル。今ちょっと衝撃的な。あ、そ、え、ポーランド。今衝撃的なことがね判明したんだけど、今俺のおばあちゃんが突然ね、ルイとルネの髪の毛ってめっちゃ茶色いよねって言ってて、で実はねおじいちゃん、あ、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんがあのドイツ人なんだって。で俺もまあどっかしらヨーロッパあんのかなと思ってたら、まさかのドイツが入ってた。でもエナさん毎回言ってたよ。あ、そうなの。おじいちゃんに似てるって。あ、ルイとルネも。あ、おじいちゃんに。ルイが。ポーランドで。ポーランド。わかんない。あ、そうそう、ポーランド、ポーランド。ポーランドだった。ポーランドも入ってるって、俺とイーゴ。かっこよくね。日本、ブラジル、ドイツ、ポーランドが入ってる人種だった。パパ。お父さん。うん。あれでいいよ。え、お父さん。あ、じゃあおじいちゃんがドイツ人なんだ。え、え、あのデブの人、あのヘビ持ってた人でしょ。あのデブの人ドイツ人なの。パパの日本とポーランドとドイツ
ブラジル人。いや、え？日本、ブラジル、ドイツ、ポーランド。四カ国。え、でも。かっこよ、ちょっとそれも。言いふらしたくなるわっていうことで、はい、プレゼントした。お、来た。おばあちゃんのネットフリックスの設定完了。今までずっとね、このこれだけで過ごしてたんだけど、ラジオだけで、やっとこんなハイテクなものを導入しました。ドキドキ。楽しすぎ。楽しすぎてドキドキしてるって。やばい、ラジオだけで過ごしてたおばあちゃんがもうテンション上がってます。あ、そうそう、テンションテンション上がってる。てか俺らドイツ入ってんの、ね、お前入ってなさそう。お前フィリピンでしょ。親戚にフィリピン。ないよ。ないよ。俺だけ違う。いいじゃん、いいね、よかったね、喜んでくれて。ジオね、あ、パパへのお父さんはドイツとポーランドのハーフらしい。だからブラジル入ってないんだ。あ、じゃあもうヨーロッパが強いんだ。そう、まあ、本当にじゃあ全部半分半分半分入ってるぐらいってことだね。そう、あと私の雑種フィリピン、イーゴフィリピン人説があって、うん、なんか俺のお母さんとイーゴとでセブ島に旅行行ったので、そしたらそこのホテルの人が、まあ、昔はね俺痩せててなんかすごいかっこいいねって褒めてくれたの。でイーゴその当時めっちゃ太っててめっちゃデブだったので、イーゴ全然褒められなくて、イーゴずっとじーっと見てたら、ああ、君ももちろんかっこいいよ、でも君あれだね、なんか現地の人っぽいねって言われて、本場の人にね認められたフィリピン人顔なんだよね、イーゴは。いやー、びっくりした。まさかの俺ずっとブラジルと日本のハーフって思ってたけど、エレナさんのおじいちゃんがポルトガル、スペイン、ブラジルなんです。スペインも入ってる。スペインも入ってる。だからヨーロッパ系結構入ってる。だからヨーロッパの方が多いね、だとしたら。俺さ、毎回さ、ブラジルとのハーフですって言うと、ブラジル人なんだって言われてたけど、じゃあちょっと今日から俺とイーゴのインスタはあれ、日本の国旗、ブラジルの国旗、よくあるやつ、ドイツの国旗、スペインの、スペイン、ポルトガル、やばい、もう、え、ポルトガルも、うん、あ、そうだ、一番最後に日本、クリスチャンの方が、うん、ジャパン。おはようございます。見てください、この青い海、最高、めちゃくちゃ綺麗。さあ最終日、ルネちゃん寝起きです。おはよう。寝起きすぎて機嫌悪いな。ジョマナ、めっちゃ景色いい、ここ、この海を見ながら朝ごはん。あの赤ちゃん、ね、行けそうだね、あそこ行ってみる。あっち行こう。ということで朝ごはんも食べ終わって、もうちょっとでチェックアウトの時間なので。てか本当この部屋広くていいね。広いね、超広い海で、こっからの眺めすごい。そう、こっからね、あと白飛びして見えてないけど、こうやって見てると外がこんな感じで真っ青、超綺麗。でね、ちょっとあそこのビーチなんか行けそうだから、じゃあもう今日最終日で、まあ、夕方あたりに飛行機乗るから、ちょっとそれまでのんびりと回ってビーチに行きます。はい、パンツ一丁で、パンツ一丁で、うん、パンツ一丁で入ろう。パンツ一丁入るの、うん、ねね、わーわーわーみたいにこうしていく。いい、だって水着だったらさ、うん、こうやってなってんの、お尻がクッとなってんの。でもタオルとかないからめっちゃ寒いよ、上がったら、うん、だから足だけにしとけない。やだ、寒い。しかも多分ね、まだ今ね、寒い時期ってサメみたいな魚がいるから多分危ないよ。だからみんな入ってないじゃん、危ないから。あったかくなったらそういうサメとかもいなくなるから大丈夫だけど、
まだサメちょっといるぐらいだから多分大丈夫だよ。海入れる。サメが多分もしかしたらサメに食べられるかもしれないけど、あんまり入ってれば。ヘビもいる。ヘビは海にいないから。海ヘビいるよ。いないよね、パパ。でもね、ちっちゃいね、めっちゃ足とか食べるサメとかいるから、うん、まあそれに気をつければ大丈夫。なんかさ、本当に海にヘビいるよ。うん、なんでね、知ってんの？ YouTube で見た。あ、そう、こういうヘビも食べてくるけど、まあでもそれに気をつけて。あ、なんかさ、水族館でさ、こうやってさ、だから俺らもやるやついるよね、こうやって、うん、まあでもルイトルね、それに気をつければ大丈夫だから。ただそいつらめっちゃ速いから逃げれない。見えた頃にはもう食われるから気をつけて、うん、こうやってなの。そう、動画撮ってる。うん、今海に行きます。今開けて、開けて、じゃじゃん、すごいでしょ。海に行きます。なんか人がいる。海に見えますか？すげえ、ここでマインクラフトできる。でも俺なんかめっちゃやろうとしてるけど。行くよ、ビーチ行くよ。オッケー。えらい。え、ね、見て。ね、もうできる。うわ、えらいね、すぐやめて。やりたかったな、マイクロ。マイクロがあった。あそこの灯台ね、行ってみたかったんだよ。ね。もっと海沿いでやろうぜ、こんな。カッサカサの。うわぁ、超綺麗だよ、マナ。見てるからわかる。全然 YouTuber じゃない。ここが崖になってる。ほんとだ。妊婦気をつけて、この崖。なんで妊婦だけなんで。うわぁ、すごい綺麗。え、崩れるかもしれないから。超綺麗じゃん。やば。真っ白。よし、靴脱いで、ズボン脱いで、足だけ入ってこい。え？なに？ルルこうやって落ちてたらね、やめてよ。殺すぞ。お、ジェットスキー。いい、楽しそう。さあ、沖縄の初海。超綺麗だね。透明すぎてさ、これどっから海かわかんのかな。どう、気持ちいい？もっと深く痛いな。上、もっと深く行っていいよ、濡れなければ。二人とも高い靴履いてきて沖縄満喫しようとしてないでしょ。マナの多分帽子入れよう。確かに長靴みたいになりそう。絶対かかってる。ね。サバサバ、見て見て。ほら、飛んだ。今飛んだ。ママ。ルルほら、またどっちかの飛んでる。多分これは映せないわ。なんで？怒られちゃうと思うよ。やばい、超綺麗だよ。似合うわ。あれ乗りたい。ね。出産したら速攻乗りに行こうぜ。やば。めちゃくちゃ勝手に登るじゃん。ね、みんな登ってたけど。はい、ルーネ。よく登れんね、あれ。ルーネ。チーズ。楽しそう。ね、登ってきます。マジでこういうの好き。こういう経験をさせてあげられるとき幸せだわ。やばい、風が強くて全然声が聞こえないかも。ああ、綺麗、マジで超透き通ってる。東京の海だったらもうこっからもう見えないよね。
重力に負けて顔を離れ気持ちが怖ジョマナということで次はシーサイドカフェなのかなみたいなとこに来ました。てれーあー文字タイプね中身想像できないタイプだそう、ここ基地の隣にあるカフェでもう完全に日本人も来れる基地のカフェみたいなこっからドル表記ですだいたい10倍にすればいいよだいたいでもこの辺だったら700円だからチップ出すのかうーんルイはバーグバスでも言ったタイミングでめちゃくちゃ静かになるからみんなゆっくり聞いててどこあいつの発音きったねどこの人だろうドイツです僕たちドイツ引きずりすぎてあいつポーランドの発音だなって思ういやこんだけ俺らさ混ざってたらさ発音おかしくても別に言い訳できるよねいろんな国混ざってるからって日本で育ったそれは大声で話すのめっちゃ恥ずかしいうわいるいるいるちぎってちょっとちっちゃくちっちゃく目が固まってるあ、こっちめっちゃいるよねめっちゃ食べてるあ、だってすごいのにあげるあ、お前それルイのだあ、これが食おうかはい、来たでもお店の人はパンあげていいよって見てて食べてる持っていますか？います。います？ありがとうございます。いる、ルイも。あ、僕もいる。あ、いる？うん。もう、もう、こうやってやっていい？それはダメ。ちっちゃくしないと。うん。じゃあ、奥までやるね。うん。ここの魚たちは、一生お腹空かないね。めちゃくちゃちっちゃくあげるじゃん赤ちゃんやそれどんぐらい深いんだろうね大きい魚に渡してこれ大きい魚食べるどこだ大きい魚はあそこだいったあ、でかいのいたほいあんまりどこお腹空いてないんじゃない、ね、だから食いすぎてあんなでかくなってんだうんこんにちはまだパンあげますパンあげるお魚お腹ピコピコだからねお魚嬉しいだろうねあ大きいやつも結構種類がいっぱいほらあ出てきたでかいやつ来たほらでかいやつ来たファロヘッドアーって来てるかわいいここあれ危ないようわ、落とし穴この落とし穴になって落とし穴あっうん危ない頭落とすね助けてよ、すぐ早く、頭打ったらかわいそう早くなんか、めっちゃ血出てんの転んだの二人して転んだもう大丈夫ここ滑んないからありえないマジであー最高だわ絶対ダメだよパパあそこで滑ったの見てなかったでもパパ体幹いいから滑ってもさこれガッと耐えれるんだよね
激怒り。今の10秒ぐらいがめちゃくちゃカオスだったら、バチャーマナ怒って、訓練はこっちで、ひどいって言って。やっぱルイは男だから強いわ。こうやってすぐ泣かないの。ね、ルイ。頭打ってたら危なかったよ。ああいうところ本当頭とか危ないからね。だからもし次から転んだらすぐ頭をグッて上に向けときな。ルイもどうせ濡れてんだったらさ、ズボン脱いで入っちゃえば。でもあれだよ、脱いだらあれだよ。そうだ、脱いだらあれだよって。脱いだらパンツ開いてないからノーパン。あれだよね。脱いだらあれだよ。パンツも。いや、俺たちもあれは予測できなかったね。すぐ助けない、ずっと動画撮って。あんなん助けたら強くなんないから。全身統一。痛すぎて。また内股になってるし。気をつけてね、ルイ。こういう海が触ってる石とかってめっちゃヌルヌルするから滑るね。分かったよね、もうね。もう分かったでしょ。次から気をつければいいね。ねえ、パンツ着たいんだけど。海の中入りたかった。入りたい。でももう、そう、もう一回もっと暖かい時来るから次水着持ってきて浮き輪持ってきて泳げるよ。はい、ということで苗売り場に来ました。マナのおばあちゃんがパイナップルの苗が欲しいって言うから、それをお土産にね、探しに来たんだけど。あ、こんにちは。ママがいます。ママ。はい。何ですか。ママのおばあちゃん、ルネのひいおばあちゃんの欲しいって言ってたパイナップルの苗を探しに来ました。ルネでした。ルイだと思った。聞いてみよう。パイナップル探して。パイナップル、オッケー。これなんか飛ばない。パイナップルどこ。パイナップルは確かここら辺かな。レモン、レモン、レモン、レモン。セカ、セカ。パイナップルないね。パイナップルの。あ、チェコ。ということで、パルコシティに来ました。よくね、ビログとか撮ってると、ルイとルネはって言われるんだけど、だいたいそういう時ね、イーゴがいるんだよね。で、だいたいイーゴとルイとルネと同じタイミングで寝るから、イーゴにいつも聞いて、いいよ見とくよって言って見てくれてる。その間にちゃちゃっとルイの靴を。ビログでイーゴ映ってないけど、結構ね一緒にいる時多いから、だいたいねルイとルネがいない時はねイーゴに見てもらってる。チモティとかいても映ってない。そうそうそう、チモティも映んない時多いから。そう、実はね結構一緒にいるんですよ。それで見ててもらってます。見ててもらってるって言ったら寝てるだけなんだけど。で、今日はパルコシティの今無印に来て、東京でも行けるところに来てます。で、6時にレンタル返すから、まああと1時間40分ぐらい、結構時間ある。ゆっくりできる。まだそれ厚底だからか、なんか身長伸びてると思ったら166。これは156とか7か7100。うん、85ですね。85。はい、靴履いてるけどこの靴ペタンゴだった。ペタンゴ。ルイの靴を買ってきた。ルイくん、どうぞ。何の靴。見て見て。え、かっこいい。え、すごっ、かっこいい。イーゴみたいな靴でしょ。うん、ちょっと声のトーンさ下がったよね。うん、
つぶつぶキモい。よくない？うん、かわいいよね。つぶつぶキモい。よし、ということでもうレンタカーをね、返しに行かないといけないので車を返しに行きます。ついに、ついに沖縄終わっちゃう。店員さんがさ、東京から来たんですって話してたらさ、めちゃ沖縄楽しんでくれたかなみたいな感じでいろいろ質問してくれたね。あの下着屋さん、そうそう、天候どうでした、大丈夫でしたみたいな。確かに親切だった。よし、じゃあ行きます。ヒーヒー、またお座席でお着きになり、シートベルトをお締めください。エヴァーさん、The main cabin door will be closed soon. This is the Starflight Ticket 308-1 for Narita International Airport. Please remain seated with a seatbelt fastened and set your radio transmitters may not be used at any stage during the flight. Thank you for your confirmation. Dana, 座ってちゃダメ。